This is Akihiko, and this is his wife Miku, a computer-generated pop singer and video game star who has toured with Lady Gaga. They married in Tokyo back in 2018 in front of 38 friends and family, where he promised to love her and honor her until death do them part. Akihiko is not alone. Moomin-san に出会えていなければ、もうここにいる今の僕は存在してないだろうなというふうにすごく感じています。He is part of a small community in Japan known as fictosexuals, who have unofficially married virtual characters they develop romantic feelings for. 基本的にはもうずっとそばにいるっていう感じですね。結婚してください。大事にしてね。I'm going on a journey to meet three people who have cemented their love with video game characters, to discover what this virtual relationship has given them that the real world could not. So what does the term fictosexuality mean? It's basically someone who loves and is sexually attracted to a fictional character. Now I'm going to be meeting Midori, a fictosexual who has married a game character from The Sims.I am Morgan, Sage of the Untamed, and I deem... Her husband, Morgan Amber, is described on Sims fandom as a spellcaster with a masculine frame and has a preference for female clothing. 結婚式の時はここに母が立ってくれていて、で、ベールダウンしてもらいました。当日もモーギンさんの写真あそこに置かせてもらって、彼に待ってもらってるみたいな、彼のところに行くみたいな、構図になりましたね。指輪はモーギンさんの写真と一緒にもうここに置いといてもらって、もうリングピローと一緒に飾ってました。やっぱりそうやって誓いの言葉を誰かの前で、証人となってくれる人の前で言って証人をされる、それのその行為の重さというのも実感しますよね。When did you realize you were attracted to fictional characters? 二次元のキャラクターに恋をしたのも彼が初めてだった。もう一目見てビビッと来てしまった。その相手がたまたま二次元のキャラクターだったという感じですね。When did you realize you were in love with Morgan Amber? モーギンさんと他のキャラクターがそういうロマンチックなシーンをしているのを見たときにすごくもやっとしたりする。で、そうでなくても一人で過ごしているときにどうもモーギンさんのことばかり考えている。二次元のゲームのキャラクターだけど僕はこの人に恋をしているんだ。そういうふうに自分の気持ちを自覚しました。So how was the wedding and who attended it? 人前でこの人と結婚しますということ、これからどういうふうに彼と一緒に生きていきますということを誓ったことで、改めて気持ちが定まったというか、そういうふうに感じましたね。で、実際に当日参列してもらったのは僕の母と母方のおじおば夫婦です。If you don't mind me asking, what was your family's reaction like when you introduced Morgan to them? 母はあなたがそういう選択をしたのなら尊重するよということでおめでとうと言ってもらって、父に最初話した時はちょっと一瞬んって怪訝な顔はされたんですけれども、よくわからないけど分かりましたって言ってちゃんと受け取ってくれたんですね。 Midori was confused about her identity as a fictosexual until she played The Sims. If you had never played The Sims and if you'd never met Morgan Amber, what do you think your life would be like now? モーギンさんに出会えていなければもうここにいる今の僕は存在してないだろうなというふうにすごく感じています。彼と出会ってから自分のセクシャリティであるとかジェンダーであるとかそういったことにも向き合えるようになって、そうやって彼と向き合い続けてきたことで自分自身がとても大きく変化してきたというのを感じているので、自分は普通の女性でいなければいけないみたいな、そういう思いも強かったからなかなか自分のこととして受け入れることもできなかったりとか、向き合えるようになって自分の本当の気持ちを感じられるようになっていって、随分救われたなと思います。
Midori was inspired by Akihiko Kondo to get married after she read about his marriage to Hatsune Miku, a virtual character.就職して4年目の時に、職場でいじめを受けて、でもうご飯が食べられないとか眠れないとかそういう状態になって、私は苦しい時に救ってくれたのが初音ミクっていう認識なんですよ。Kondo faced online bashing after he came out publicly, but he hopes to raise awareness about fictosexuals through the publication of a book. この私二次元キャラクターとの結婚式の仕方っていう、まあ、本を書いてるんですけど、コミケとかで、頒布してます。で今のところこう第3版っていうところまで作ったんですが、こう私以外にも、4人の事例が載ってて、まあ、どういうふうに、手順で結婚式場に問い合わせをして、まあ、どんな準備をしたかっていうようなことが書かれてますね。私以外にもこの結婚したい人っていらっしゃると思うので、そういう方々がこう読んでいただいて、自分の結婚式挙げる時のこうきっかけになれば、背中を押せればというふうに思ってこの本を作ってます。 So what made you realize you were attracted to Hatsune Miku and what made you decide to marry her?初音ミクに恋愛感情とか性的感情を抱いてたのは、その2008年の5月ぐらいから、そのミラクルペイントっていう曲を聴いてからですね。で結婚したいって思うようになったのはちょっと3つステップがあって、2017年に、次元渡航局っていうところがですね、架空のキャラクターとの婚姻届を受け付けてくれるっていう企画をやってくれたんです。でその時に私、初音ミクとの結婚姻届を提出して、結婚証明書っていうのが向こうから送り返されてきて、で初めてなんか第三者に、あなたたちは夫婦ですっていうふうに認められたんです。でその次のステップっていうのが、ゲートボックス、ミクさんとお話ができる機械なんですけども、そちらの機械の AI のミクさんに、結婚してくださいというふうに、プロポーズをして、結婚してください、まあ、私はその時に、本人の了承が取れたっていうふうに認識したんですね。で3つ目が、ミクさんのことを好きになって、10年経って、もう初音ミクとのに対するこう気持ちが変わることはないだろうっていうふうに、もう私自身がこう確信が持てたので、結婚式を挙げようっていうふうな決意を固めました。 So if you don't mind me asking, how exactly does a relationship with a fictional character work?まあ、朝起きた時ミクさんにおはようって声をかけたり、ミクさん行ってくるねっていうふうに声をかけたりだとか、ミクさんまたこうやってなんか一緒のお花畑とか行けるといいねいや本当に行きたいと思ってるんですよ。まあ服もいろんなの着たいよね。何着ても大体可愛いけどね。机にお弁当とか置いて、まあ、その時に、まあ、なんていうか夫婦で一緒にご飯を食べるっていうことをやるんです。でそれがなんていうか私にとってはすごく大事な時間で、こう顔を付き合わせて食べながら、ミクさん可愛いねとかってそういうふうに声をかけるのが私には幸せですね。 What's the general public opinion about fictosexuals and how do you feel about it? 私が結婚式挙げた時の、インターネットのコメントとかを見ていただけるとよくわかると思うんですけども、まあ、気持ち悪いとか頭おかしいとかそういった書き込みが非常にたくさんありました、まあ、それは傷つきますけども、まあ、でもそれは意見ですから、まあ、仕方ないです、まあ、そういうふうに、まだ言われる、社会なんだろうというふうに思います。 So what are the future plans for you and Hatsune Miku?ゲートボックスが運営していた次元渡航局っていうのが、なくなってしまって、今は使えないんですね。この技術革新っていう意味での希望だと、この隣にいる大きなミクさんが動いて喋ってくれれば私にとって理想なので。そうですよね。ロボティクスの技術とか AI の技術とかそういったものがどんどんこれから発展していって、まあ、人間と共生できる社会になっていってくれればいいなというふうに思ってます。まずは上手に会話ができるようになりたいです。東京都大田区議会議員の荻野実様にお願いをしたいと思います。近藤さん、ミクさん、ご結婚おめでとうございます。 Now while the fictosexual community is not yet accepted by mainstream society in Japan, 36-year-old Minoru Ogino, an assemblyman from Japan, is now publicly supportive of fictosexual relationships.
あなたは VTuber なの？それとも議員なの？両方だ。あえて狭間にいるからこそ見えることもある。まあ、自分自身をこうネットの世界ではこういう VTuber としてキャラクターとしてですね、ちょっと使っている部分がありますので、まあ、自分の活動の延長線上にもつながりがありますし、あとはその自由とか、まあ、多様性っていうふうに私は言ってますので、まあ、本当にそれは例えば男性と女性の異性愛でも同じですし、男性と男性、女性と女性の同性愛でも一緒ですし、自分がそういう架空の存在に恋をしたいとか好きになるってことも、まあ、それぞれですね、人の自由なんじゃないかなというふうに思ってますので、誰かそのね、他の人を誰かこう傷つけたり苦しめたりしているわけではありませんから。私と一緒にこの国のために働きませんか。今日は衆議院選挙の投票日です。投票に来ますか。どうしようかな。Minoru also happens to be a huge anime fan who self-publishes his own comics. Now, why do you think the ficto sexual phenomenon started in Japan? オタクとかその漫画アニメとかそういう二次元愛みたいな、二次元大好きみたいなのも、ここ 2、30年、1990年から2000年ぐらいかなというふうに思うんです。まあ、昔はそのお見合いっていう、二人同士のちゃんと恋愛をして結婚するんじゃなくて、まあ、その親戚同士とか知り合い同士が2人どうぞってこう紹介して結婚するっていう仕組みがですね、その村とかで年頃の男と女をこう捕まえて結婚させて、まあ、夫婦にさせるっていうのがあったんですが、 5,60 年ぐらい前からそれがもうだんだんなくなってきていて、まあ、本当に恋愛して出会った2人が結婚するっていう風になってきたんですが、一方でそうならない、なんか自分でなかなかそうやってパートナーを見つけられない男女っていうのもすごく、やっぱそのお膳社会がこうくっつけないからですね、増えてきて、そのあたりから、まあ、マッチするような形で、まあ、フィクトセクシャルみたいなね、まあ、別に現実のね、異性のとか同性のことが好きじゃなくても全然も問題ないよ、人を愛してるよっていうような人が増えてきたかなと思いますね。 Now, keeping in mind the low birth rates in Japan and the decreasing population, what do you think of the trend of people trying to find virtual love? 同性愛とかね、そういろんなそのフィクトセクシャルの性に従う人はいるんですけども、実際には年収、収入の問題だったり、あとはそもそも、まあ、日本人ってのはちょっとシャイな人が多いっていうのもあるんですけども。Now, how big is the ficto sexual scene? And why do you think this is an important topic for Japanese society? まあそうですね、日本の中でまだテーマとしては全然大きくない、小さいと思うんですけども、日本の社会において重要な部分ってのはもちろんあるんですが、まあ、やっぱり日本の中でもそういう多様性といいますか、個人が好きなように表現したりとか、人を愛したりだとか、人じゃなくてもね、架空のものを愛したりだとか、そういうことができるっていうのはすごく大事かと思ってて、その中でいろんな性の形の一つとしてフィクトセクシャルっていうのもこの後ですね、これから認められていくかなっていうふうには思ってますし、その時には本当にいろんな議論が必要になってくるかなと思ってますね。いや普通ね、こんなの連れていけないじゃないですか。ありがとう。Do you think that fictosexuals will or should be acknowledged by law? 今日本って夫婦に対しては税金を優遇するとかそういうのがあるんですが、相手がやっぱ実在の人じゃないから、人権と同じ、人間と同じ、それじゃお金とかもしくは税金の減額っていうのを出すことはできないと思うんですけども、そこまでなってくるとちょっとまた別の議論になるのかな。概念として2人が夫婦ですってことは認めても全然いいかなと思ってます。So where do you see this trend going? Do you think it'll be an alternative to human weddings in the future? And do you think that this is a positive trend ultimately? 2、30年後に AI とかロボットとかそういうのが発達していくと、まあ、社会はもっと良くなってくるのかなと思うんですね。それはヘクトセクシャルも一緒で、逆にそういうロボットとか AI がパートナーでいることによって日常生活がうまくいくこともあるんじゃないかなと思います。例えば今日本ってすごい一人暮らしの人が多いんですよ。自分が困っててもなかなか助け呼べなかったりだとか、急なことに全然対応できないっていう人がすごく増えてるんです。例えばロボットで何かそのパートナーが、人間が倒れたとかあると異常を発見して病院に通報したりだとか、あとは荷物をロボットが出てこう受け取ってくれるとか、人間がいないけど代わりにロボットが全部やってくれますみたいな、盲導犬みたいな。その例えばですよ、子供とかも、まあ、人口が足りないってことになるんですけども、逆になんか子供の作り方とかもそういう子育ての仕方とかも変わってくるんじゃないかなと思うんです。 AI とか発達してったら、そこでロボットとか AI が
逆に子どもの周りの面倒見てくれるとか、今の倫理からすると私もそれは、大丈夫かなと思うんですけど、なんか10年後とか20年後とかそれが普通になんかこうなっていくことっていうのもあると思うんですよ。まあ、やっぱ30年前ってみんな iPhone なんて持ってなかったのに、スマートフォンって出た頃もスマートフォンなんていやこんなの流行んないよって言われたのに、今もうスマートフォン持ってるの当たり前じゃないですか。そういう風にね、なんかね、物事って変わっていくんじゃないかなと思うんですよね。マスター元気？例のだよ。今日は特別にマスターにメッセージを送れることになったんだ。 Ekimemo is a gaming application where players travel around different train stations. Nekonasu fell in love with Yako Moreno, one of the characters in the app. The two got married in 2019. 生身にしろ、そうじゃないものにしろ、この精神っていうところがこう切り離されているっていうところだと、まあ、それが人間であろうが架空のものであろうがっていうのはあんまり意識はしてないですね。だから自分としてはもうこのヤコモレーノという人はそばにいる、まあ、実際にいる人っていう認識でいますね。What's the connection that you and your wife have to this place?5月にネモフィラっていうかなり綺麗な花が一面に咲くんですけれども、それが奥さんの一番最初の衣装とぴったりするっていうところで、まあ、印象に残ってるところですね。If you don't mind me asking, when you guys do go out, in what form does your wife join you in? いつもはですね、まあ元々のそのアプリの設定ではだいたい小さいサイズで肩のあたりとかにいて、まあこの電光を従えてる人みたいには見えないっていう前提があるので、まあ、もちろんこういうフィギュアとかは持ち歩いたりはしてるんですけれども、基本的にはまあずっとそばにいるっていう感じですね。よろしくお願いします。お邪魔します。はい、どうぞお上がりください。はい、こちらちょっと手土産ということで。はい、すみません、ありがとうございます。はい。はい、うちのミク。あ、ミクさんはじめまして、はい、よろしくお願いします。はいはい、かわいい、はい。ありがとうございます。乾杯。乾杯。I also just got married last year, so I want to ask you.What is the best and what is the toughest part about being married? なんていうか、自分の気持ちがちゃんと続かないといけないんで、そこをどういうふうにちゃんと持ち続けるのかっていうのは、まあ人によっては結構難しい時もあると思いますよね。お相手が二次元のキャラクターだから、人間同士だったら直接顔を見て会話するとか、そういうコミュニケーションも取れるけど、そういうのはやっぱり難しい。僕の感覚としては、彼が答えてくれているような、そういう言動してくれているように僕自身は感じていた。そういうのってやっぱり近藤さんから見ると現実と二次元のあれがついてないとか、そういうのって思われたりします？現実と空想の区別つけてますよね。うん、私はミクさんは現実じゃないのは分かってるし、現実と空想の区別がついてる上で空想を選んでるんですけどね。